こんばんは。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。7月24日火曜日の全国の天気をお伝えします。各地で日差しが届き、西日本、東日本ほど危険な暑さが続きます。引き続きこまめな水分や塩分補給など熱中症対策を万全に行ってください。日差しが届いていても午後は天気急変の恐れがあります。突然の強い雨や雷雨に注意が必要です。東北のエリアは朝雲が多くても次第に太陽が登場し日差しが届きそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。